にゃんにゃん、どうもこんにちは、春季ビッシュのシュンです。今回もフリーゲームキーという車をやっていきたいと思います。パート7ですね、やっていきましょうということで、2人目のね魔王を倒したところなんですけど、前回の魔王の倒し方が本当でね、なんかびっくりするぐらいな、びっくりしましたねさあどうかな。あー、いない、魔王がいなくなってる。あー、なんか出てしまったよ。こんにちは、よいしょ。ここは砂漠の旅とか集まる場所、たまに商店が開かれることもありますね。元冒険者が転職して商売を始めたという話も耳にしました。やはりモンスターは強いですから、冒険家として生きていくのはお辛いのしょうねそうですね、辛いです。ここは道具だよ。あ、道具購入できますね。あ、魔王殺し ひどくよ。お酒なんだね。なんかびっくりしたよ。なんかそんほんまに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 そんなアイテムあるんだと思ったよ。こんにちは。いらっしゃい。うちは防具も使ってるよ。あー、なんか防具でもいらないかな今もなんか伝説の続きとか持ってるし、いらないかな。ここはなんかある？ね服の中に紙が入っていた。トコ特に紙のもん、紙のものはない袋だ。あれ、トコって何ですか？トコって何？なんかあるかな？トコって何だろう？わからないな。じゃあ外に出てみましょう。なんか二人目の勇者倒したことに、勇者じゃない二人目の魔王を倒したことによってなんか変わってるかな？あれ、いけるようになってるやん。やったわーい。右上王国に来ました右上に来ましたね。じゃあ見えてるちょっと町みたいなとこ行きましょう。おお、ココウェールの町、ココウェールかな。そう思えたね。あれ、むにゃむにゃ、あれ誰もいないよ。あれ、なんかさっきの魔法使いじゃん。さっきのっていうか、何これ。宿を取ろうと思ったのに町の人が一人もいないじゃない。そして何この大量の壺は。ああ、壺ばっかだ。で、宝箱は。ああ、なんかあれ、なんか変なとこ入ってる。何どうしたどうした。なんだこの壺。怖いよ。嘘、戦うのかい。何、発光人間が出現。怖いって、怖い怖い。怖い。なんか戦ってるけどさ。あ、やった、倒したよ。330の、なんか結構、おい、壺からモンスターが出てきたぜ。見たことないモンスターね。人間を発光させたみたいな感じだったな。怖いよ。壺に触れない。でもちょっと触っちゃう。なんだこの壺。嘘。もしかして。ダメだ、壺に話しかけてダメなのか。わあ、ダメじゃん。ああ、かわされた。やばいよ。怖いよ。どうする？怖い。どうする？倒しましたね。怖いね。おい、そこからモンスターが、もう怖いよ。いやー、怖いよ。大丈夫かな？急に画面、なんか、真っ赤にならへんかな？怖いよ。助けてー。これは？スーパーポイズンを手に入れる。なんか、毒、新しい毒ですね。スーパーか。まあ、壺ばかりせん。ああ、よかった。よかった、中見ないようにしようって言ってくれてありがとう。よしよし。では、ここかな、今度は。った。右上城ですね。右上城にしました。でも、みんな壺、みんな壺ってか、その壺ばっかりですね。なんか、もしかして、なんか人間壺になったよって感じなんかな。嫌だね。あ、でも、あれ、いますね。王様っていうか、女王はいますね。私は、右上王国の女王、よろしくね。どうも、ユシャス。ところで、この城、壺が多いっすね。それがどうしたのかしら。いや、特に文句はないんですけど、ただ、人が一人もいないっていうのは驚いたっすね。怖いよ。いやー。何怖いよ、助けて。怖いよ。
怖いよ、壺ばっかだよ。やめてくれよ、壺ばっかなんて怖いよ。どうすればいいんだ。どうしよう。あ、びっくりした。なになになに。おー、貧乏、貧乏なんて。いや、貧乏を吐く。おい、感じが弱い。自分は感じが弱いですよ。なんだ、あ、なんか入れる。ん、なんだ、ぶっちゃけプラミッド。どういうこと、ぶっちゃけって何。カジノかかった扉だ。こいつで開くんじゃないか。あ、バンのカジ。おー、バンのカジ役だった。開けましょう。ぶったけ、ぶっちゃけマイク。ないないない。そんなぶっちゃけってなんだ。ぶっちゃけになんか意味はあるのかい。ぶっちゃけっていいのかい。これは何。南西勇者の塔。なんと、ぶっちゃけピラミッド。そんなわかるよ。パッと見わかりますよ。パッと見わかるじゃないですか。そんなこと言わなくてもわかるんですよ。なんで、道路が、あれ、なる、おー、なんか、だから迷うね。なんか迷子になってですね。勇者の塔っていうぐらいだから、何、あれ、どうした。要ね、罠の、罠の気配がしないわ。罠の気配のわかるから、お前。余計な話、当然よ。しかし、なんで罠、罠が、解除されてるのかしら。ここは、勇者が試練を受けるための塔なのよ。だから、勇者が超えるべき困難として、いくつも罠があるはずなのに。誰かが作った塔か知らねえが、勇者を試すために罠を張るとか、性格悪いな。誰かが先に罠を突破した勇者の他に、この塔を、この塔を登る人がいるのかしら。とにかく罠がないってことならラッキーだろ。で、ここに お宝はあるのか。あるわよ。最上階に伝説の防具がね。よし、じゃあそれをいただきに行くか。いただくのね。罠が外されてるらしいですね。あー、ですね、敵がいるのね。敵がいるんですね。多くは自然。敵がいるんですか。どうさしましたね。やったぜー。多分今回のパートはちょっと勇者の塔の途中までになるかもしれません。よし、じゃあ行きましょう。2階ですね。おお、これは迷子になりますかな。迷子かな、聞くん大丈夫かな。3階ですね。お、宝箱ありますね。じゃあ何かな。赤、赤十郎に行くかな。もう分かんないよ、名前が知らない。ああ、戦うよ。なんかカーか8かわからないやつが出現。よし、出しました。お、中になりましたね。レベルがあったよ。やったー。お、アイテムゲット。お、A マーク。A マークですか。よーし、じゃあ、あ、なんか、下がりな、下がっちゃった。なんで。よし、じゃあ前に行きましょう。最上かよー。なんか、強そうな敵がいるよ。ちょっとセーブしようよ。セーブは大事。ちょっと強そうな敵がいるんですけど、この人と戦うのは次回のパートってことにしたいと思います。時間がちょっとあれなので、まあ、次回のパートは、まあ、頑張って、戦っていこうかなと思います。ってことで、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。ツイキャス配信、ナチブ配信もやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。公式 LINE もありますので、下の URL から友達追加よろしくお願いします。ファンクラブ、ファンクもありますので、その URL から見ていてもらえたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。